はい、どうも、シャチクです。本日も、集まれ動物の森、やっていきたいと思います。で、やっていきたいわけなんだけど、今日はね、島整備でもなく、離島ガチャでもなく、あとは、家具紹介でもなく、そうなんですよ。夢訪問に来ております。で、夢訪問ということで、今日来た島はですね、クリスマス、かつ、冬をモチーフにした島になっております。まあそれはね、見たらわかるか。イルミネーションがめっちゃ綺麗だもんね。で、このマイデザイン。クリスマスツリーですよ。いやー、非常に可愛らしい。っていうことで、またまた視聴者さんの島に訪問させていただきました。では、マップを見ていきましょう。で、ピコリの島ということで、うおーめちゃくちゃ綺麗に規則的に住民の家が並んでますね。で、並んでいるわけなんだけど、中央に全て集中してるってことか。はい。まあ、住民の家が中央に集中していて、で、真ん中に川があるんですよ。で、それで、まあ、区切られてるってことか。ね、左右に。で、その周りに、このような形で、島民の家があります。すごいな。待って、島民さ、これ8人いるんだけど。待って待って。8軒も家作ったんだ。すげえな。大変だったんじゃないこれ。どれぐらい時間かかったんだろう。はい。ということで、まあ、今日はですね、冬をモチーフにしてる島ないかなと思って募集をかけさせていただいたところ、まあ、こちらの島に訪問させていただいたので、まあ、家の中ではなくて、ちょっとね、島を中心に今日はね、見ていければなと思いますね。そう。まあ、季節もね、12月。冬になったということで、これから冬島を作ろうと思っている方、たくさんいらっしゃると思うので、はい。まあそういった方々の参考になればなと思いまして、今日ね、訪問させていただいたんですよ。はい。てか、綺麗やな、めちゃくちゃ。案内所の後ろ、めちゃくちゃ綺麗やの。ね。見てよ、これ。そしてさ、時間帯が夜ということで、イルミネーションがめちゃくちゃ綺麗なんだが。ね。おお、これから冬をモチーフにした島を作りたいと思っている方、かなり参考になるんではないでしょうか。さあ、そういったところで早速見ていきましょうか。で、まずこちらに飛行場があります。で、飛行場からさ、案内所までの距離がめちゃくちゃ近いね。時間にして約5秒。約5秒ですよ。超地形は。はい。で、飛行場から出るとですね、なんとなんと、クマちゃんがお出迎えをしてくれる。かわいいね。で、後ろ振り向くと、鈴のマイデザインということで。おー、すげえな。これさ、もしかして自作なのかな?で、街灯を見てほしいんだけど、街灯の、地面見てください。そうなんですよ。こちらもですね、マイデザインが、まあ、活用されてるわけなんですよ。いや、非常に個性的でいいですよね。街灯の下にマイデザインか。発想が素晴らしいね。で、案内所に入るまでの、ね、ここの左右の壁にシンプルなパネルがうまいことを活用されてるということで、なんかさ、こういうシンプルなパネルの使い方もいいよね。そして、まあ、クリスマス風のマイデザインを貼り付けることによって、ね、いかにもクリスマスを基調としている島って感じがするわ。で、このまま道なりに住んでいきましょう。で、こちらをね、住んでいくと、たぬき商店が、ございます。で、たぬき商店なんだけど、うわ、めちゃくちゃ賑やかだね。家具が大量に置かれてるわ。そして、可愛らしい家具がまた置かれてるんですよね。まあ、クマちゃんであったりとか、ノームであったりとか、プレゼントであったりとか、ね。冬家具が盛りだくさんですよ。ね。で、このままの調子で、海岸沿いを歩いていきたいわけだが、うおー!なんかここら辺は洋風って感じがするな。で、さっきまでとは雰囲気が打って変わっております。で、右側、お!チャペルかこれは。ねえ!チャペルっぽいよね。さあ、めちゃくちゃおしゃれな砂浜をどんどん歩いていきましょう。おー、なんだな、真珠が落ちてるぞ、真珠。これもらっちゃっていいか?もらっちゃって。ねえ、アイダホくん。名前すごいね、アイダホって。なんでこの子アイダホって名前なんだろう。うん、お前はどこのドイツな、まあいいか。十分楽しんでてくれよ。お、楽しんでるぜ、すでに。では、ちょっと上の方に行こうか。で、チャペルになってるみたいですね。ええー。すげえなあ、ここ。で、真珠の道か、これ。うわ真珠の道じゃねえか。で、考える人。
で、奥には行くことができないみたいですね。で、岩場をね、歩いていきたいわけなんだが、うわ、すごいな。へえ、岩場にもしっかりと家具が置かれていて、かつね、そう、マイデザインもしっかりと貼られてるんですよ。なんか無駄がないよね。わかる？無駄がないのよ、無駄が。うん。なんかすげえなと思った。しっかりと計算されて家具が、これは置かれてるんでしょうか。いやー、さすがね、島作りガチ勢の島ですよ。はい。ってことで、めちゃくちゃおしゃれな砂浜を戻っていきましょう。てかさ、ね、歩いてたらわかると思うんですが、砂浜、おしゃれすぎないか。ね。砂浜の作り方って結構難しくて、まあ人によっては放置してる人も結構多いんですよね。ただ、こういった島にね、まあ実際に訪問してみると、具体的にアイデアが湧くからいいですよね。うん。で、ここには、うお、雪だるま！さあ、雪だるまがお出迎えをしてくれていて、で、上の方に上がっていきましょうか。で、上上がっていきたいんだけど、おお、めちゃくちゃ家具置かれてるな。ねえ。てか、家具の置き方上手くないか。まあ、いろいろなジャンルの家具が組み合わされて置かれてるわけなんですよ。そう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 。ね。まあ、ゴミ箱だったりとか、キノコ家具だったりとか、で、DIY コーナーだったりとか、まあ、植物系だったりとかね。まあ、こういったものがうまくね、置かれていて、いや、本当にね、考えて作り込まれたんだなっていうのが実感できますね。で、右下の方には、またまた、冬家具が置かれています。まあ、冬家具と、あとはね、キノコ系家具との組み合わせって感じか。うん。お！クマちゃん！またいるね。で、待って！おお！ジェラピケのマイデザイン！あれ？これ合ってる？ちょっと待って。多分ね、ジェラピケのマイデザインじゃないかなと思うんだけど、へぇー。まさかのハンモックに活用されてるってことか。かわいらしいね。なんかところどころにさ、こうやってクマがいるのがかわいいよね。そう。さっきの飛行場前もそうなんですが、そう、ところどころにクマちゃんがいるわけよ。ね。で、さっきのところの道をどんどん上に進んでいきたい。で、進んでいきたいわけだけど、うおー！犬コロ！かわいい！犬のぬいぐるみ！おーい！で、ここなんだけどさ、そう、12月に、なんか様々な家具が追加されたと思うんですよね。12月1日に。で、そういった家具がね、ここに置かれていますね。うおー、すーげーな。ちょ、ここさ、写真撮ってこうか。おーほほ？やばいな。めちゃくちゃすげえぞ、この島。ね。かなり考えて作り込まれてますよね。よし、ということで、ここで写真を撮っていこう。いい、よいしょ。さあ、こんなもんでどうでしょう。ちょっとパソコンでスクショ撮りましょうか。よいしょと。オッケー。いやー、本当に、家具の使い方がうますぎる。ね、これかなり参考になるよね。そう、道の左右にしっかりと家具が配置されていて、ね、使い方がうまいわ。特にさ、おもちゃ家具って結構難しくないですか？そう、活用していくのか。なんかどちらかというとさ、家の中で活用していくっていうイメージだったんだけど、ね、島に置いてもめちゃくちゃね、うん、いいっすよね、こう見てみたら。こういう活用の仕方があるんだ。で、この先をどんどん進んでいくと、おお！出たー！雪系の家具が左右に置かれている。さあ、雪だるま家具もしっかりと活用していくと。で、ここはね、どうやら、おー、花畑になってるみたい。はいはいはい。花畑になっていますと。で、ここの奥を歩いていきたいわけなんですけども、お？おー、なんか森みたいだな。ね、森みたいですよね。で、左逸れるとね、どうやら、なんかその、なんて言ったらいいんだろう。ね。なんか図書スペースっていう言い方が正しいんだろうか。ね、休憩スペースっていう言い方がおそらく正しいかと思います。そう。休憩スペース兼カフェって感じでしょうか。おー。めちゃくちゃいいね、ここ。雰囲気が。へー。参考なるな。ね、言葉を失いますよね。こういうね、作り方ができるんだと思って。
家具の組み合わせ方がめちゃくちゃ参考になるわ。ね。特にさ、樽の上とかに何を置いたらいいんだろうとか。あとはさ、こういうなんかそのテーブルがあるわけじゃん。ね。まあ、机っていう言い方が正しいのか、机があるわけじゃん。その上に何を置いたらいいのかなとか、悩んでる人結構多いと思うんですよ。で、そういった方々にかなりね、参考になるんじゃないかなと思いますね。で、ライトアップされている博物館がございます。そう、ここには博物館があるわけですよ。いやー、ライトアップされていて非常に綺麗ですね。はい。で、とりあえず、こんな感じか。いやー、だからそれにしてもさ、本当に作り方がうまいよな。ね。なかなかこういう島作れないと思いますよ。まさにガチ勢の島。で、上登っていきましょうか。で、上登って歩いていくと、おー!天体観測ができる!そういったスポットが裏側にありました。裏側にあるっていうのがミソですよね。で、ここも家になっていて、庭もしっかりと作られている。で、なんとね、ここには、そう、キッチンがあるんですよ。家の外にキッチンってかなり珍しいですよね。はい。で、ここは、おー!すげー!まさにクリスマス風だ。いやー、超参考なるな、これ。いいね、いいね、いいね、これ。うわー。ちょっと待って。サムネどこにしようかめっちゃ迷うんだけど、これ。なんかさ、いいところが多すぎて困るよね。さっきのところもいいなと思ったんだけど、ここもいいよね。せっかくだからさ、ここにしようかな。ちょっと待って。どこでカメラ起動しよう。ここでいっか。で、カメラ起動して、よいしょ、よいしょ。おお!すげえ。いやー、マジでさ、これは超参考になりますよ。相手言うことでワクワクしとこっと。ワク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 。ワクワクかわいいね。よいしょ。ってことで写真撮れました。オッケー。ってことで次は左の方行きましょうか。で、左の方行きたいんだけど、おー、アセロラちゃん!こんにちはっす。初めて会うよね。アセロラちゃんかわいい。かわいすぎる。ピコリの島へようこそ。夢のようなひとときを過ごしていってね。おお、もちろんですよ。過ごさせていただきます。ありがとう。てか熊系住民かわいいね。熊系住民やっぱりさ、こう見てみると、そう、ここの島ね、なんと全員子熊なんですよ。そう、子熊っていうことで、いやー、かわいらしい住民が揃ってるね。ラインナップが素晴らしいよ、本当に。で、ノリオもいるんだよね。ノリオも、ノリオかわいくない？俺さ、子熊の中だと、ノリオめっちゃ好きなんだけど、ノリオとやっぱりミスズちゃんかな。ね。この2匹が最高に可愛いよ。で、家の横には、このような形で図書スペースがあるみたい。おー。まさに、ね、図書館ですよ。そしてさ、本棚と雪の家具の組み合わせ方がめっちゃうまいよな。こういう組み合わせ方もできるんだ。いや、勉強になりますね。さあ、勉強させていただいております。で、次なんだけど、ちょっとこのまま左行きましょうか。さあ、左に迂回していきたい。で、さっきとは雰囲気が打って変わって、ここは、お!なるほどね。なるほど、なるほど、なるほど。採石場になってるってことか。すげえな。採石場なんだけど、めっちゃオシャレなんだが。で、周りを針葉樹で囲んでるみたいですね。いやー、だけどさ、針葉樹のイルミネーションめちゃくちゃ綺麗だな。ねえ、こう見てみたら。おー、本当になんかクリスマスって感じがしますよ。はい。で、とことことこと歩いていきたいわけだけど、なんか重いな。めっちゃ重いっすね。多分家具がたくさん置かれてるから重いんだと思います。これね、決して僕の録画環境が悪いわけではないんで。ね、そこはご了承ください。そう、そしてね、ここは大規模な住宅街になっている。綺麗に住民たちの家が並んでるわけですが、てか重いな、本当に。ちょっと待って。めっちゃ重いんだが。はい。ってことで、ちょっと奥の方行こうか。
で、奥の方に行きたいわけなんだけど、お、ここにも家があるみたいです。湖のほとりに家か。おしゃれですね。はいはいはい。で、道はマイデザインになっております。で、こちらですね、なんと3スポットになってるみたいで、まあこの季節とかだとワカサギかな？そう、ワカサギが釣れるんですよ。てかさ、ワカサギって美味しいよね。皆さん、ワカサギの唐揚げ食べたことありますか？あれね、超美味しいので、かなりおすすめですよ。皆さんも食べてみてはどうでしょうか？で、左の方にやってきました。で、こっちなんだけど、キャンプ場になっています。で、キャンプ場になっているということで、そうそうそう。まあ、こういったね、虫系の模型って言ったらいいのかな？そう、虫の模型であったりとか、で、焚き火をしているクマちゃんであったりとか、ね、こういった配置になっております。てか、可愛くないか、本当に。なんかさ、ところどころにクマちゃんがいるのが可愛いよね。おそらく島主さんはクマが好きなのかな？ね。だってさ、住民もさ、全員小熊じゃん。住民も小熊。で、家具もね、クマをそこら中に配置してるということで、おそらくクマ好きかと思われます。はい。よし、ということで、ここは一通り見終わることができましたね。いやー、だけど、キャンプ場も本当におしゃれですね。いや、だけど、この季節だとさ、キャンプファイヤーしたくなるよな。わかりますか？ねえ、もう気づけば12月よ、12月。時間が過ぎ去るのも早いですね。俺の中ではまだ11月ってイメージなんだけど。ね、もうカレンダー見ると12月なんですよ。で、こちらなんですが、なんとなんと、メープルちゃんになります。お見かけしない方ですけど、よそからいらしたんですか？ここは夢のように素敵な島なんですよ。夢のようっていうか、夢の中だと思うんだけどね。かわいい。いやー、でもメイプルちゃんさ、ほんとかわいいよね。サブ島でさ、勧誘しようかなと思ってたんだけど、結局ね、離島ガチャで引き当てられなくて断念した記憶があるわ。ね。で、次は左の方に行きたいと思います。で、こちらなんですが、おぉ、家具の配置の仕方がうまいの、ほんとに。すげーな。こんな感じになってんだ。素晴らしい。よし、ということで、2階に上がっていきたい。さあ、2段目に上がってきたわけだけど、おー！はい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 。すげえ。いいね、いいね、いいね。いやー。家具の使い方上手すぎる。家具の使い方が上手いな。ね、だから家具の数ほんとすごいよな。ね、至る家具が置かれてるわけなんだけどさ。ね。よし、ってことで、ちょっと下降りていきましょうか。あ、待って。ヒルダースチョイスになったわ。なんか、小物の使い方がうまいなと思いましたね。そう。小物の使い方がね、超うまいんですよ。ねえ。ところどころにしっかりと活用されていてさ。で、次は、ここは畑になっている！さあ、今回の、そう。ハロウィンでね、追加されたカボチャであったりとか、あとはハロウィン家具がここに配置されてますね。で、ハロウィンということなので、花の色もオレンジに統一されている。さあ、そういった細かいところも工夫されてますね。で、こう見てみるとさ、カボチャ畑めちゃくちゃオシャレじゃないか。ね、カボチャはカボチャでもオレンジだけじゃなくて、黄色、白、緑がある、わけですから。ね。まあ一応レアカボチャって呼ばれてるカボチャになりますね。緑と白と黄色は。いやー、いいね、いいね。雰囲気が素晴らしいよ。はい。で、このまま左に行きましょう。で、左に行くと、お、海岸にやってきた。で、海岸なんだけど、おー、もみじがそこら中に舞い散っている。なので、ここはもしかすると冬というより、ね、ちょっと秋をイメージした、秋の終わりをイメージしたコーナーなのかもしれませんね。はい。で、全体像はこんな感じになっています。いや、本当にね、見応えがある島ですよ、ここ。ちょ、待って。なんか、とんでもないものが置かれてるぞ。なんか、サメの口か、これ。あー、なるほどね。本なんだ、これ。おー、おしゃれ。なんか、めっちゃすごいものが置かれてるなと思ったら、これ本なんだね。いやー、今のびっくりした。はい。で、ここもですね、どうやら白をモチーフにされてるみたい。いや、超可愛いね！で、庭もしっかりと作られている。で、二つのマイデザインをね、しっかりと組み合わせられてますね、これ。パネル状になってますよ。はい。
で、ここはね、基本的に青なのかな？家の色も青だし、で、青のマイデザインだし、で、青の風船も飾ってあって、で、青っぽい、まあ、灯台もありますね。で、青のギターか。で、夏の貝殻と。なんかこうやってさ、ね、色に統一感があるのがいいですよね。で、青い熊と。はい。いや、素晴らしいのこれ。で、雪だるまくん。で、キッズテント来たー。今回追加された俺一押しの家具。なんか今回さ、12月1日のアップデートで、まあ、様々な家具が追加されたと思うんですよね。俺さ、その中でも一押しが、このキッズテントかな。これさ、俺のお気に入りだわ。この家具めっちゃいいよね。はい。さあ、そういったところで、次は岩場にやってきました。で、岩場なんだけど、こんな感じになっております。おー。いや、個性が溢れていいっすね。で、このまま上の方に行きたいところ。で、矢印看板があるので、このまま上の方に進めるみたいですね。おや？またまた人がいらっしゃいますね。いろんなお店があります。マジかよ。なるほどね。お店コーナーってことか。で、ここには、おお、沖花火、火をつける。ちょ、つけてやろうぜ、せっかくだから。いやー、夏って感じがするなー。おお、季節は冬なんだけど、季節は冬だけど、花火をしていくという。けどなんかさ、花火イコールやっぱり夏って、ね、イメージがありますよね。わー、燃えかすになっちゃった、悲しい。だから花火の再現度がすごすぎるわ。うん。熱盛マジでさ、こういう細かいところもこだわってるのいいですよね。で、ここは、お、海賊コーナーか。はいはいはい。そう、海賊家具も夏のアップデートで追加されましたからね。はい。で、海岸沿いを歩いていきましょう。で、岩場にやってきたわけなんだが、おー、金銀財宝がめちゃくちゃあるな。はいはいはい、こんな感じですよ。いや、非常に素晴らしいね。よし、ってことで、このまま右の方に逸れていきたい。で、さっき言ったキャンプ場が右側にありますと。なるほどね。ってことは戻ってきたってわけか。いや、だけど本当にさ、島が見応えありすぎるわ。見応えありすぎて困るね。あ、生ビールって書いてある。せっかくだからさ、ちょ、家の中入っていこうぜ。いや、もうさ、生ビールって書いてあったら、これはね、もう入るしかないよ。ね。家の中に入るしかありませんよ。はい。ってことで、家の中にやってきました。で、こちらなんだけど、生ビールと書いてあった通り、どうやらですね、海鮮系の居酒屋になってるみたい。いいね。海鮮系の居酒屋。ビールが飲みたくなりますよ。けどさ、刺身とビールってめっちゃ合うよね。で、奥なんだけど、おそらく、店の方、店主の、まあ、プライベートルームって感じでしょうか。すげえな。なんか雰囲気があるよな。うん。なんか生活感があるというか、なんというか。ね。ゴミもあるしさ。で、壁も所々に穴が開いていて、生活感があるよな、ここ。はい。ということで、これで居酒屋を一通り見終わることができました。ただ、こういう居酒屋っていいよね。うん。町外れにある居酒屋みたいな感じで。はい。ということで、ここの家を後にしましょうか。いや、非常にいいものを見せていただきました。いや、ビールが飲みたくなったね。よし！ってことで、ちょっとこの動画撮り終わったら、ビールでも飲むか！ちなみにビールは皆さん、どこ派ですか？やっぱり、アサヒですか？アサヒスーパードライいいよね。うん。なんか、プレミアムモルツがね、昔は好きだったんだけど、昔っていうか、昔ってほど昔でもないけどさ。うん。プレミアムモルツ、好きだったな。けど最近はね、うん、スーパードライかな。けどビールによってさ、全然味が違いますからね、本当に。うん。飲み比べてみたらわかるけどさ、本当に全然違うわけよ。なのでね、ビール嫌いな方は、スーパードライぜひね、試してみてください。そう、ビール嫌いって言う人でも結構ね、美味しく飲めると思うんですよね。スーパードライは。うん、何なんだろう、癖がないというか、なんというか。ね。うん、飲み心地がいいんですよ。飲みやすいというか。うん、まあそういったね、ビールの話はさておき、ちょっと戻っていきましょうか。で、とことこ戻っていきたいわけなんだけど、さあ、ここの橋を越えていきましょう。
で、今度はですね、案内所の左側に来ております。で、さっきは右側に行ったんだけど、そう、右側からぐるっと回ってたんだけど、左側にはエイブルシスターズがあるみたいですね。おー、いいね、エイブルシスターズ。かわいいね。うん。作り方がかわいいよね。そう。エイブルシスターズの前に、こうやってね、衣装が出してあると。で、季節はね、冬ということで、クリスマス系の服がね、ここに配置されています。で、横には、電話ボックスか。白の電話ボックス、めちゃくちゃオシャレだよね。特に、冬をモチーフにしてる島をね、作ってる方、かなりおすすめなので、試してみてはどうでしょうか。はい。ということで、ここはさっきのところか。そうですね、住宅街ですね。だから住宅街の作り方もうまいよな、本当に。ね。はい、ということで、これで島を一通り見終わることができました。いやー、とてもね、参考になる島でしたね。まあ、特に、これから冬系の島を作りたいと思ってる方、かなり多いと思うので、これはかなり参考になると思いますね。で、あとはね、ちょっと一点補足になるんですが、12月限定の家具ということで、オーナメント家具と、あとはね、雪だるま家具が存在すると思うんですよ。そうそうそう。で、それの、まあ、効率的な入手方法であったりとか、あとは家具の種類であったりとか、家具の活用方法であったりとか、それをね、別途動画でまとめているので、もしよろしければそちらの動画も重ねて見ていただければと思います。はい、ということで終わりましょうか。最後にチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いしますね。はい。おそらくあつ森をやってる方、チャンネル登録はね、しといて損はないと思うので、ぜひね、見るか見ないか置いといて、チャンネル登録だけポチッとお願いします。ということでお疲れ様でした。また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。